コンブートはユーザーが Microsoft Windows パスワードと Apple Mac OS パスワードをバイパスすることを高級かつ継続的なシステムへの変更をかけることなく可能にするソフトウェアユーティリティです。また、Windows 10オンラインパスワードをバイパスし Windows システムと Mac OS システムの両方をサポートできる最初に報告されたツールですコンブートロードコンブートはもともと パスワードを忘れがちな人々のためにフリーウェアセキュリティツールとして実験的に設計されました。主な目的はユーザーが正しいパスワードを知らなくてもシステムに永続的な変更を加えることなく目的のコンピューターにログインできるようにすることでした。最初のコンブートリリースは2008年にデイリーデイブメーリングリストで発表されました。バージョン1.0では ユーザーは Linux ベースのオペレーティングシステムにログインし認証プロセスをバイパスできました。2009年、このソフトウェアの作者は Linux および 32bit Microsoft Windows システム用のコンブートを発表しました。このリリースでは Windows Server ーー2008から Windows 7までの Windows オペレーティングシステムで Windows システムのパスワードをバイパスするための追加サポートが提供されました。このバージョンは引き続きフリーウェアとして利用可能です。最新のコンブートリリースは商用製品としてのみ利用可能であり、現在も維持されています。現行バージョンは次のオペレーティングシステムでパスワードをバイパスできます。コンブートはブートキットのように動作します。BIOS メモリに 自分自身を挿入します。コンブートはカーネルコードをその場で変更し、オペレーティングシステムのロード中にユーザーの認証データの検証を行うコードを一時的に変更します。CHNTPW などのパスワードリセットツールとは異なり、コンブートはシステムファイルとサムハイブを変更せず、すべての変更は一時的なものであり、システムの再起動後に消滅します。 コンブートはディスク暗号化をバイパスできないため、コンブートなどのツールが心配なユーザーはディスク暗号化ソフトウェアを使用する必要があります。BIOS パスワードと有効化されたサキュリーブート機能も優れた防止策です。ありがとうございます。